はい、こんにちは、バードマンです。エネゴリです。ね、あの、エネゴリ戻ってきました。はい。デモ、デモ撮り。いやいやいや。まあまあ、ウクレレところにはね、本当に今までご覧くださいまして、ありがとうございました。ありがとうございました。もう、でもまあ、なかなかね、話があかんというわけで、まあ、二人でこっちをも、あの、盛り上げてった方が、いいんじゃないかということでですね、頑張っていただこうと、思って、おります。はい。というわけで、今日はですね、本当に教えたくなかったんだけど、教えたくない、教えたくないで、ずーっとほったらかしにしてたんで。ほったらかされてたんですか？いや、もうね、あの、大人の事情にしてるだけなんだけど、何を言われてるわけじゃないんだけどさ、やっぱなんか販売時期、再販時期を合わせてあげたいとか、ちょっと考えたんだけど、他のね、絵描きとかもバカ売れしてるんで、もう、作ってるだけでもね、必死そうなんでね。もう、もういいものは先に出して、あとはもう選んでもらおうよということでですね。実はね、僕のサロンの中では先にこれめっちゃええよって言って、もう一瞬で市場からなくなったモデルがあったんですよ。一晩のうちに。デジマートが、デジマートが一気にソールドアウトになったっていう、実はね。おかしかったですね。そうそうそう。みんながね、そう、知らないうちにそんなことが起こってまして、それをちょっと今日ご紹介しようかと思います。はい。で、簡単に説明すると、まあ、スモーストンプの話なんですけど、シャープ873ね、ケンタウルスの、もう、なんていうの、リバイバル、リファインなんかわかんないけど、その完全再現ペダル、もうこれも最高じゃないですか。ので、ま、ここにもあります、スモーストンプ。873ちょっと持って帰っちゃってて、すいません、持ってきてもらうの忘れちゃっただけなんだけど、はい。これどっちも、もう非常に音楽的だと。音楽が聞こえてくるようなペダルだよね。で、逆に、ペダルはペダルらしいペダルってあるじゃん、なんか。工業製品というか、めっちゃ手込んでんな、これ、みたいな。なるほど、なるほど。そうそうそう。はいはいはい。どっちかというと、音楽側。音楽側じゃ、なんか、もう、昔のあのアルバムの音が聞こえてくるよね、的な。そうですね。で、今逆に言うと、その音楽が決まってくるからこその、なんていうの、現代では、現代の流行ってる音楽では、こう使うといいんじゃないっていう提案も、しやすいわけで、僕はまあ大好きなわけですけども、あれとあれを混ぜちゃったら、もしオフィシャルダン、ヒゲダンディズムに、ロバート・フリップ先生が入ったら、みたいなことができるわけよね。そう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 。確かに。そういうことを考えると、やっぱ音楽的だなと、非常に、そもそもは。そこで、でも、実はその、シャープ9、シャープ8という、まあ TS808、TS9 の完全再現版もあるわけですけども、私はなんか、非常になんか、何て言うの、製品ありきというか、なんかその昔の機体を、ちょっと復活させました、みたいな。でも TS9 も世の中にいっぱいあって、ここに手出したのもちょっと珍しいかなと思ってて、しかも、やっぱりオリジナル商品、オリジナルペダル作ってみてほしいって思っちゃうじゃん、やっぱし。ここまで来ると。ここまでいいとさ。そこまで出ました、とね。もしかして、これ、要は音楽からやっぱり引っ張ってきてません？逆に言うと、オリジナル商品じゃありませんっていう風に、俺が仮説を立てたわけよ。もしかしてこれじゃんみたいな。ああ、なるほど。そう。そしたらズバリよ。めちゃくちゃいいのこれ。ああ、そうなんですね。あのね。エフェクターって、まあ、歪みって言ったら、歪むじゃん。まあまあ、そうですね。全部歪むじゃん。確かに、そうですね。うん。で、なんか、誰それが使っている、じゃあ、オーバードライブですよ、ディストーションですよって言われても、繋いでみても、その人の音にはならないじゃん。ああ、そうですね。まあ、なかなかそう簡単にはっていう。そうだね。それができるのは、逆に言うとデジタルものの方がさ。ああ。もう全部作り込みましたよ、みたいな。プリセットがもうあったり、ね、そうそうそう、ステーブバイの音ですよ。サンタナの音ですよ。ってあるけど、これもまさに、そんな感じ。もう、サウンドのね、このもう、なんつうの、サウンドそのもの。そう。それをね、今日ご紹介していきたいなと。またオープニングトークが長くなっちゃうけど。そう、ね。ちょっと興奮しちゃってまた。そう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 。いや、いわゆる世の中で出回っている、スティービー・レイ・ヴォーンが使ってた TS808 っていうのは、こうモディファイされているというのを元にして作ったんだけど、回路図があるんだけど、音聞いたら、作ってみたら違うと。ああ、なるほど。いや、あの音が出るんだったら、しかもヴィンテージのアンプで、
あのストラトでっていうんだったら、うん、こうじゃないとおかしいっていうのを再現、いわゆるその仮説を立てて、このパーツじゃないかっつって、もういわゆる一般的なモディファイのパーツは使わず、あるのよ。ああ、なるほど。このパーツが、いいよねみたいなあんの。俺も詳しくないけど、なんて言ったらいいかわかんないけど。まあ、これを使うと、まあ、こう、持っていく。そう、TS9 は良くなるみたいなのあんの。そういうの一切使ってないらしい。とにかく音だけのために、やったというやつで。ある意味だからオリジナルだよね。ああ、そうですね。すごくね。いやいや、すごくねって言われても音聞いてないからわかんないよね。でもね、もうずっと使ってんの今、だから。バキバキにいいから。これね、聞かない。EQ とかやっても、はあ、他のペダルでも、この音出ない、絶対に。なるほど。めちゃくちゃ癖が強いんじゃってやつ。本当に。そうそう。本当に。もう、じゃあ、このペダルの音っていうことなんですね。そんな感じ。でもね、もちろん、素材の音もちゃんと出るよ。もう完全にこれ繋いじゃうと何でも一緒ってわけじゃなくて、ウクレレでもその音になりますよってわけじゃなくて、そうそう。そんなことはなくて、ちゃんとその素材を活かしながら、EQ とかアンプとかじゃ調節できない、やつなのよ。しかもね、面白いのが、ちょっと長くなってごめんね。たまたまね、YouTube で、それこそ僕らの尊敬する村田さんがですね、ダンブルの思想をされてるんですよ。サウンドチェックして興奮してて、聞いてて、あれなんかこの音どっかで聞いたことあるなと思って、パッて見た時に YouTube でそうだと思って、見たわこれと思って。なるほど。で、戻って村田さんのその、ダンブルのやつに、はいはい。バッチリ同じ音がするわけ。なるほど。そう。すごい。いやいや、もうね、絶対嘘やんって言うやん。絶対嘘。お前、またやんっていう話やん。俺が、今こういう風に喋ってるやつ見ても、お前ねって、よ、あるからそういうことって、あんま言わんがいいや、恥かくでって、言いたくなるやん、しあうのよ。で、だから、実はその動画を、要はその、村田さんのやつと、音をちょっと収録させてもらって、自分の、これを収録してみて、個人的に調べてみたわけ。似てるか。わからない。おー、なるほど。どっちがどっちか。あー、すごい。それをサロンのメンバーに伝えたところ、爆上がり。これ使うとね、ほんとその音になりますけど、今日ちょっとね、軽く実証をね、見ていただきたいなと。そうですね。思ってますから。はい。早速、スタジオに移って、やっていきたいと思います。はい。はい。はい、というわけで、いつもの撮影場所から、はい、スタジオに移ってまいりました。はい。はい。というわけで、はい。はい。いや、ごめんなさい。冒頭ですけど、いや、僕ちょっとこれ、これすみません、これ持ってました、この、なんか、ずっと使ってるけど。そうですか。毎日これだったと思うけど、違う。もうなんか、これを使うから、こう、レイボン意識かなと思って、ちょっと今。めっちゃファンやんな、俺。完璧すぎますよね。記憶に刻んでいたいというね、気持ちが強くて。ね、だから、その頃から持ってます、ずっと。あ、そうなんですね。もちろん、高校生過ぎた時かな、ぐらいから買って、それからずっと持ってます。あ、すごい。そうなんですよ。入った。はい。というわけで、じゃあ、ちょっとサウンドメイクをやっていきたいと思いますけど、はい、このね、スモーストンプのシャープ8テックスをですね。はい。実際に並べてですね。そう。それで一応ね、比較対象として、はい、スタジオでお借りしました、ブルースドライバー。これも名機だよね。ああ、そうですね。はい。ただ、その、はい、この何、オーバードライブという意味では、はい、すごく優秀なんですけども、その、どんな音かって言われると、こう、形容しがたいじゃない。ね、そうですね。そうそうそう。ね。まあ、ちょっと比較してみましょう。で、今ちょっと、はい、皆さんにはお聞かせできないんですけども、はい、そうそう、著作権の問題で、一応、はい、今この手元にはですね、ジミヘンさん、はい、ね、はい、リトルウィングという、はい、まあ、名曲がございまして、はい、あのイントロ、ネゴリどうね、さ、スチャンが、ね、ちょっと聞かせられませんけど、今ね、流れてませんけど、いや、流れてるんですけど、聞かせられませんけど、スチャンが、はいはいはい、できないよね。あの感じになった試しがないんだよね。そう。で、じゃあ実際スチャンガをやってみよう。はい、この、ね、ボスさんでやってみましょう。ですね。はい。やってみますよ。はい。でもね、まあ、
80点ぐらいっていう感じなんか、もっと、もっと原音、はい、原音っていうか、レコードを聴いてほしいんだけど、はい、ちょっとシャープ8を弾いてみますよ。はい、いきますよ。はい。わかりますこの。今これ、伝わってますかねこの。ちょっと今ね、収録できるようにリバーブ強めにしてるけど、ちょっと、いきますよ。このゴンが出ないんだよ、ゴンが。いや確かに全然、全然違いますよね、やっぱり。そう。それ、伝わればいいけどね、その、迫力がずっと違うんだよね、やっぱり。ね、このぐらい違うわけですよ。ああ、そうですね。もう、やるやんっていうね、やるやんとしか言いようがない。確かに。このなんか迫力なんかですね。そう、低音源のね、巻き弦の時ガンっていうのが出ないんだよ。やっぱりこう、戻ってみようか、ちょっと。ね、なんか、あれ、しょぼくれちゃったな、みたいな、ちょっとやっぱり。ズンっていうこの。その音なんですよ。ね。次はですね、はい、ジョン・メイヤーさんいますね。まあ、現代のっていう。はい。まあね。ねじゃあちょっと、はい、ボスでやりますね。はい。ね、うん、これと。針がね。全然違いますね。何この。なんかブルースライバー、そうですね。なんか、高音源に行くと引っ込むっていうか、なんか、なんていうんですかね、引っ込むって言っていいのか。そうね、ちょっと、まあ、悪くないんですよ、悪くないですよ。全然悪くなくて、もう、僕も使ってるんですけども、この特徴的な音にはちょっとなりにくいと。そうですね。いうわけですね。うん。そして、今もちょっとチェックしましたけども、ちょっと原因を上げまして、はい、このぐらい、まあ、半分ぐらいまで上げまして。トーン取れちゃって正確な場所が分かんないですけども大体こんなもんだと思うけど、はい、でちょっとこれうちも原因を上げまして、ね、これでいきます。はい、いいですよ、そのままそのままやってね。いくよ。全然違う。いやこれすごい来たくなりますね。ね、このリプ弾きたい。いやすごい。これね、ぜひ原曲と聴き比べてほしい。どれくらいこれで伝わるかわからないんだけど、こんなね、こんな音しない。これすごいよ。これあ、いやすごいですね。ならないよね。ならないんだよこれ。違いますね。違うよね。なんだろうねこれ。使ってこのバインバイン言う。そうそう。というわけで、はい、このシャブ X テックスね。テックスですね。この実力を聞いていただきました。いというわけ で、ね、はい、いつもの撮影場所に戻ります。はい。はいはい、というわけで、はい、戻ってきましたけど、はい、はい、ね、やっぱ素晴らしいですよ。いやもうちょっとビビりましたね。ね、はあ、いやーそっくりすぎるよね。これちゃんとこう、しかもちょっと生で、動画にしてあるのは聞いてたんですけど、はいはいはい、生で聞くと、あ、ちょっと衝撃ですね。そうね。よく作りましたね、これね。やばいよ。そうですね。やばない、これ、本当に。ですかね、よくこう、その前動画の説明でも、うん、いわゆるこうちょっとしたノイズとか、はいはいはい、そういうところもなんで他のエフェクターじゃ出ないんだろう、歪み系とか、うん、そうだね、これを使うとあれっていうぐらいこう、そうなのよ。あれが一番感動したかも、うん、そっくりだよね。そっくりっていうか、なんて言ったらいいんだろう。まあ本当にここまでできるんだなとかいう、本当にそうですね、うん、あ、確かに。いやー惚れ込んでます、マジで。そう、なんかすげえ自慢したな。
かけるかもしれないけど。まあちょっとね、今売ってないかもしれないんだ、まだ。うん、今再生産してるところで。はい。なので、はい、ぜひね、ちょっとチェックしてみてほしいなと。ああ、そうですね。思いますね。触ってほしいですね、実際音出して。ちょっといろんな人の悩みが消えるかも、これで。それはなんか、ある、ありそう。やっぱさ、いい音ってね、うん、誰が使ってもかっこいいもんね。それ思いますね。ね。そうなのよ。だからジャンルも選ばないし、要は必要な音なわけよ。ああ、なるほど、なるほど。ね。そうですね。そう。そういうわけでですね、今日は、スモストンプのですね、はい、シャープ8、テックスのですね、ご紹介でした。はい。はい。というわけで、気に入った方は、はい、この動画が気に入った方はですね、チャンネル登録、はい、コメント、高評価、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。感想ぜひいただきたいね。そうですね。うんうん。ぜひ。もう感じたままでいいので。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは。はい、じゃあ、ちょっと試してみて。ちょっと、やっていいよ。好きなように。わかった。じゃあね、これはね、ここに変えるとリアリティが増すんですよ。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。